皆さんこんにちは。今回はこちら、住民税申告書の書き方を見ていこうと思います。今回は給与収入がある方をモデルケースとして説明しています。最初に住所、氏名、生年月日、電話番号などを記入していきます。次に給与所得の源泉徴収票に記載されている支払い金額を所得金額にある給与〇30の欄に記載します。続いて所得から差し引かれる金額を記載していきます。それぞれ1月から12月までに支払った金額が控除の対象になります。社会保険料控除の欄には1年間に支払った国民年金、国民健康保険などの金額を記載します。医療費控除の申告には令和2年分から領収書ではなく明細書の添付が必須となります。1年間の医療費の合計が所得の 5% か10万円を超えている方は別途医療費の明細書を作成し、その合計額を申告書の医療費控除 A 欄に記載します。 B 欄には保険などから補填される金額を記載します。以下、生命保険料控除、地震保険料控除がある方はそれぞれ保険会社から送られてきた控除証明書を確認し、保険料を記載していきます。他にもご覧の控除が受けられる方は記載してください。続いて扶養親族の欄です。扶養している配偶者、親族がいる方は配偶者控除、扶養控除が受けられますので、それぞれの情報を記入していきます。これで住民税の申告書が完成しました。今回は給与収入がある方をモデルに記入しましたが、昨年1年間の収入がない方の場合は申告書の裏面に記載欄がありますので、こちらに記入してください。郵送で提出される場合には返信用の封筒にこの申告書と源泉徴収票や控除証明書などの必要書類の写しを同封します。書き方などを詳しく説明した手引きが用意されていますので、こちらもぜひご覧ください。昨年、公示紙へ申告をいただいた方には、1月末から2月中旬頃に住民税申告書が届きます。申告書が届かない場合は、ご連絡していただければ郵送いたします。住民税の申告について、詳しくは、高知市のホームページ、または1月1日にお住まいの自治体までどうぞ。